しずかです。今日は前回に引き続き旅人さんにね来ていただいているんですけど、お邪魔しております。はい、はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。今日は旅人さんにねシークレスについてちょっとねいろいろ聞いていきたいと思うんですけど、はい、はい、もうね動画を見てくださった方はいらっしゃるかと思うんですけど、まあ、ちょっとね試乗させていただいたんですよ。良かったですか。ありがとう。これが今 G クラスの中で一番新しい、ね、新しい G クラス。新型。はい。G クラス。新型を乗っちゃったらやっぱいいと思いますよね。うん、めちゃくちゃ良かった。本当に緊張したけど運転しやすくてめちゃくちゃ欲しくなった。かっこいいし。ね。金額もさ高いじゃん。まあ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 。まあそうですね。やっぱ高い高いイメージがありますよね、うん、G クラス。ちなみにこれいくらぐらいだと思う？私ね聞いちゃったのよ。あ、そっか。なんか今もう、はい、プレミア価格みたいになっちゃってるんでしょ。そうなんです。 G クラスもだからこれも2000万オーバーとか。2000万オーバーですね。ねえ、いや本当に G クラスってすごいんですよ、うん、まあ定価で言うと、うん、まあ、大体1800万とか、うん、まあ、それでもすごいんですけど、なんか福井だったら家が建つような金額なんだけど。いやそれ結構意外と言われます、うん、あもう家じゃんみたいな。1800万ぐらいなんですけど、うん、でももう市場ではもう今2000万円オーバーで、うん、やっぱ欲しい人がいっぱいいるんですけど、うん、まあされどもう物がないっていうか、うん、買えないんで、うん、要はプレミア価格になってるっていう現象が起きてるんですけど、うん、これよくそうやって家買えるじゃんって言われるんですけど、うん、家より絶対いいよって言うんですよ。え、なんで？あの G クラスってやっぱこう見た目もいいんですけど、車としてももちろんいいんですけど、もう一つ実はすごい魅力があって、うんうん、すごいリセールがいいんですよ。あ、なのでな、ね、もう資産資産として持つっていう感覚。要は2000万だ仮に出して買ってももう2000万に近い金額で何年後かも売れるっていう、うん、あーなるほどね。そうなので例えば家とかだったらね3000万4000万とかで買って、うんうん、じゃあ例えば何年後か もし売るってなったらもうやっぱすごい下がっちゃうじゃないですか、うん、そういうことがないんで、同じ金額とかでも、やっぱその資産として考えるとすごいいい車だなっていう。だから、まあ、買う時も高いけど、うん、そう売る時もそんなに値段が落ちずに、落ちずに、まあ、むしろこうやってね、そう売れ値で上がっちゃったりっていう現象が起きるから、そうですね。だからまあその楽しみながら、そうそうそう、使いながら使って乗って、うん、乗りながら使ったんだけど、それでも今こうやってプレミアがついてるっていう現象も起きたりとかしますし、あとまあこれは本当にまあ今一番新しいモデルなんでやっぱ2000万とかっていう金額ですけど、あの G クラスってもうすごい昔から出てるんですよ実は。そうなんだ。そうなのでもうトータルで言うともう40年ぐらい出てるんですけど。そんな前から。そう、例えば G クラスで500万円ぐらいからでも全然買えるのあるんですよ。あ、そうなんだ。ありますあります。へえ。そう。500万のもあるし、1000万のもあるし、みたいな。じゃあ結構金額の幅は広いんだね。そう、幅広いんですよ。でも1000万オーバーっていうイメージが。そうですよね。あったんだけど。意外とやっぱね、僕もこういろいろんな人と話してて、やっぱ G クラスイコール、うん、もう、手が届かない車みたいな、うん、もう憧れの車っていう皆さん感覚なんだなっていうのをすごい思って、うんうんうん、いや実際そうじゃないんですよって、あの現実的に手が届く金額のももちろんあるし、うん、極端に言うと例えば新車でクラウンとか買われる方とか、うんうんうん、例えば国産車でもやっぱ500万円新車でする車ってまあ結構ザラにあるじゃないですか。あるね、車、うんうん、もうそこが買える要は収入がある方
は絶対ゲレンデ買えるんですよ。へー、そうなんで全然そんな年収1000万ないと買えないとか、うんうん、そういう車ではないんで。へー、そうなんか希望が湧いてきた。そうなんでしーちゃんも買えますよ。本当に買えます、買えます。頑張れば買える。買えます、買えます。でその本当にいいのが、うん、例えばですけど、まあ、仮に500万の車、うん、ゲレンデを買ったとして、例えばじゃあ5年後、うん、仮にですけどじゃあ100万円下がりました、うん、買い取り400万です、うん、で国産車の場合で例えばクラウン、じゃあ5年後500万で買って5年後いくらですか、まあ、多分200万とかに。へー、そんな下がっちゃうの。下がります、下がります。へー、なんで5年で。なんで実際そのあちょっと詳しく調べてみないと今感覚値で言っちゃってるんであれですけど、うんうん、まあ、大体っていう感じだよね。そうそうそう、同じ500万の車買っても実際じゃあ乗った分で考えれば、うん、例えば100万円しか減ってなければ、うん、100万円の車買ったのと一緒じゃないですか。うん、そうだね。100万円しか要は使ってないじゃない車に、うん、で500万が200万になっちゃったら300万円使ったっていうところじゃないですか、うんうん、全然やっぱ違うじゃないですか。全然違う。そうなんで実際例えば今500万で例出しましたけど、例えばそれが1000万だったらとかって考えた時に、別に1000万の買い物をするんじゃないんですよ、うんうん、その乗った分じゃあいくら減ったか、まあ、減った使ったかっていうところで見るんで、うんうん、高いんだけど高くないっていうのはそういうことなんですよ。あ、なるほどね。そう、額が大きいけど、うん、車としてその、まあ、使った金額は大きくないってことなんだよね。大きくない。そうです。そうです。あと意外と G クラスって故障もそんな多くないですし。あ、そうなんだ。そう、やっぱ輸入車ってやっぱ故障多いとか、うんうん、で高いネジ、そのですよね、故障したら、まあ、確かに高い。国産車と比べるとね、やっぱ例えば国産車の車検が10万とか15万だったとした場合、うん、まあ、G クラスの車検がだいたい20万とか、あ、そうなんだ、まあ、25万とかの場合もあるんですけど、うんうん、でもどうですか実際2年でそんだけなんですよ、うんうんうん、G クラスだから50万いくっていうことは、まあ、やり方にももちろんよるんですけど、そんなに大きくそこって変わってこないですし、うんうんうん、まあ、税金なんかも一緒ですしね、大体。へえ。そう、あと意外と燃費もいいですし、この G クラスで言うと、うん、大体リッター街乗りで7から8走るんですよ。へえ。なんか5は切るイメージだった。ですよね。まあ、5とか5は切るっていう感じ。そうそう。で高速乗ったらリッター10キロとか。あ、そうなんだ。全然燃費良くないですか。うん。いいね。ね、すごい。しかもあれでしょ、軽油、これは。そう、軽油ディーゼルなんで。うーん、そうなんですよ。安いもんね、そのレギュラーに比べると、うん、維持費がね。なんでそんなにすごい維持費かかるんだとか故障があってっていう心配って正直 G クラスってあんまないんで。へー。そうなので多分みんなが思ってる感覚と実際って多分結構違うなっていうのをすごい感じてますね。へえ、そう。そっかそっかそっか。なるほど。そうなのでね、全然Cちゃんでも買えますし。へえ。やっぱかっこいいじゃないですか。かっこいい。でやっぱりね、こう自分が気に入ってる車とか好きな車に乗ってるとさ、気分も上がるし、そうですね。なんか仕事も頑張ろうってなれるから。はいはい。でね、手放すときは価値が落ちないって。そう、うん、なんかすごいいいこと尽くし。いいこと尽くしで、うん、だと思います本当に。本当にね、そうなんだ。やっぱ買った時の満足度はすごい高いです。うん、ああ、そうか。やっぱすごい、あ、買ってよかったって絶対思うと思うんで。うんうんうん、そうですね。はい。はい。こんな感じかな。どうでした？ちょっと G クラス買える気になってきませんか？なんかすごい、額は大きいけど、その、うん、まあ、売った時も考えて、その使った金額が意外とその少ないというのは、そう、より買いやすくなった。まあローンとかいろいろね、支払い方法もあるから、そうです、ね、まとまった金額を最初からいるっていうわけでもないし、そうですね、うん、そういった意味ではね、すごいなんか、あ、買えなくないんだみたいな
感じがしました。例えば500万円のんから、うん、まあ、2000万のも、うん、結構幅があるよね。広いね、うんうんうん。で例えば今僕Gクラス専門店で、まあ、こう Gクラスこう販売したりもしてるんですけど、例えば今やってるのが注文販売っていう方法。何ですかそれ。例えばで言うと、うん、例えば予算いくらぐらい、あ例えば700万円だったとしますね、うんうんうん、700万円で買える G クラスってどんぐらいですかとか、あで こ, う、ね、こんな感じの、ね、何年式の何万キロぐらいですよ、あもうちょっと例えば出してももうちょっと距離少ない方がいいなとか、うんうんうん、とか、まあ、あと乗り方とか実際どうやって使いますかって聞いて、うん、あそれだったらちょっと予算は上がっちゃうけどこっちにした方がいいですよとか、うん、まあ、逆にそこまで出さなくてもこんぐらいでもいいと思いますよっていう感じで提案もしてそう提案もさせてもらって、へいいね その金額、まあ、やっぱり予算あるからね、家庭があったりとか、500万ぐらいでとか1000万ぐらいで乗れる G クラスっていうのを、まあ、りょうじちゃんの方でそう探してきて、すごい販売みたいな、まあ、なるべくやっぱね、うん、買ったそれこそやっぱ買った時の満足感っていうのを、うんうん、やっぱ一番高くしたいなって僕は思ってるんで、うん、やっぱそういうそれになるようなやっぱアドバイスっていうか、うんうん、はい、そんな感じでやってますね。ぜひじゃあ、はい、G クラス興味ある方はリンクの方にね、あ、概要欄の方に、はい、リョジチャンネルの、まあ、リンクとかね、もろもろ貼らせていただくので、はい、よかったらね、詳しく毎日 YouTube でも G クラスについて紹介してくれてるので、はい、よかったらリョジチャンネルの方もチェックしてみてください。はい、はい、というわけでね、リョジちゃん、はい、たくさんコラボしていただいてありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。もう、はい、久々にコラボできて、ね、1年嬉しいです。ありがとうございます、はい、じゃあ今日はそんなところで終わりたいと思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったよっていう方はぜひ高評価とチャンネル登録、あとりょじっちゃんの方も見てくださいね。ではまた明日の YouTube でお会いしましょう。